どうもー、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、あそこに撮るのか。そうですよ、密着ということでね。はい、忙しくしてる長谷川君を撮ろうかと。忙しぶってるだけですけどね。今日もよろしくお願いします。もう自分は分かってるわけですよ、次自分がどんなセリフを言うのか。今日はラジオ出演で。そうっすね、毎週水曜日の、これは僕の楽しみの仕事ですね、毎週するよね。はい、舞台の準備はどうですか。舞台の準備はね、ほんと毎日てんてこまですよ。まあ稽古もしつつ、いろんなポスターを置かせてもらいに行ったりだとか、まあなかなかほんと生きてるなと、命の火を燃やしながら過ごしてる感覚ですね。はい、お邪魔しまーす。なんとなくの、どうも、お疲れ様です。長谷川くん密着取材でした。お邪魔させていただきます。よろしくお願いします。美容室っていう設定なんで、昼間の、はい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 、全体的に明るめの様子です。で、婚活パーティーの方は一応地明かりつけて、いろんなライトがこうポトポトポトって落ちてる。まあ見てみないとわかんないですけど ね、ちょっとあんまやったことないんですよ、色とか。ああ、なるほどなるほど。本当地明かり一色で動いた時にその明かり足 ですか、うん、足してもらうみたいな、スポットだけ落とす、はい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 、感じなのかなっていう。じゃあすいません、お忙しいところ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。で、今日はこれからまたどっか行くんですか。芸術館にですね、劇場にちょっと改めて、うん、下見といいますか、うんうん、一応ちょっとイメージをね、沸かせたいなってことで、ちょっと改めて見せてくださいと劇場館にお願いして、ちょっと行ってきます。はい、じゃあまたちょっと密着させていただいて、はい、いいですか。後ほど。はい、じゃあ行ってきます。はい、会場の感覚はどうですか。あ、もうここで喋っちゃう感じ。うん。いや、本当久しぶりに僕も来ましたけど、めちゃくちゃいいんですよね。サイズ感といい、音楽のホールなのでちょっと音が あまりにも座れないかってことを気にしてたんですけど、全然ちょうど良さそうだし、うん、やっぱなんせいいっすよね、この段が上がった劇場って言うんですか、うん、劇場ですもんね。そう、うん、コメディっていうのはやっぱね、上から見下ろされる方がね、受けやすいらしいんですよ。そう。これ自分が上から見下ろすような劇場もありますけど、うん、いいですよね、うん、やっぱこういうの見るとね、すげえイメージ湧いてきて、うん、楽しみですね、本当に。はい、お疲れ様でした。いやー、こうね、芸術館、いやー、いいっすね、やっぱね、ずっとこう稽古場でいろいろ稽古して準備したりとかしてますけど、やっぱあそこでやるんだっていう場に行くとすげえドキドキしてくるしね。 2,3 年ぐらい前にもここでやりたいなと思ったことがあって見学しに来たんですよ。でもその時はね、あ、俺こんなでっかいとこ無理だと思ったんですけど、意外とね、今日見たらちっちゃく感じなんですよ。芸術館って本当にこれ一つ目標だったんでね、最後までまあ準備して、楽しいものをお届けできるようにしますんで、ぜひチケット買ってください。法務神社の厳島神社なんですけど、これね、収録が今日が、12ですか。来週の土曜日に迫りまして、ちょっとね、無事開催できるという、開催できますようにというお願いに来ました。厳島神社は毎日来てるんでしたっけ。そうなんですよ、もう4ヶ月ぐらい毎日来てた。これをもう日課になっちゃってね、はい、毎日どんなことを
お願いというか、毎日何を言ってるんですか。あのね、マジでね、このライブやると決まった日あたりぐらいから毎日来てるんですけど、とにかくこの公演のためにやれること全部やるから、見守ってください的な、うん、それをね、本当お願いとか変えず、お願いでもないんですけど、選手先生みたいなもんなんですけど、それを毎日やってますね。だから僕、神社に毎月結構お金落としてるんですよ。再生そう、ただでねっていうわけにもいかないから、うん、そうだから苦しいですね、神社貧乏です僕今。気持ちいいお金の使い方なんでね、うん、地元の神社盛り上がるっていうのもいいしね、まあ、僕の再生ぐらいで盛り上がるような神社たかが知れてますけど、うん、そんな感じで来てます。だいぶ時間かけてましたけど、いや何をお願いします。ちゃんと僕は住所とかも言うんすよ。うん、釧路市なんとか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 のみたいな、で長谷川講義ですみたいな。確かにご祈祷の時とか言ってますもんね。そうそうそう、神社さんでね。あと神主さんに教えてもらったノリトとか読んでから、うん、お願いしてるんで、結構ね尺取るんですよ僕のお祈りは。まあでもね、ちょっと撮影させていただくっていうことで、今回お賽銭ちょっと1万円ぐらいちょっと入れちゃった、ちょっと大盤振る舞いしちゃったかなって感じですけどね。だいぶキャリーンって金属音がしたんだけど。え、金属音がだいぶしましたけど。え。そうですね、はい。いやでももうやれることは最後まで全部やろうと、うん、うん、本当にもう1週間なんでね、最後頑張ります。はい。